では短い間でしたがいろいろお世話になりました。いえ、こちらこそ学ばせていただきました。またいつでも来てください。ありがとう。ではん？いや、あなたたち戦いの傷はすっかり回復したようですね。あれからいろいろ考えたのですが、私も城に戻ろうと思いましてね。あの時王が言った通り、確かに変わってしまったのは私の方だったのかもしれません。王は幼い頃の純真さを失わず、私はそれを失ってしまったようです。さて、長話もなんですし、そろそろ行こうと思います。では旅の方、今後も良い旅を。ああ、はい。あ、お城戻るんだ。なんだか街の雰囲気が変わったぞ。なんていうかピリピリした感じがなくなった気がするな。そんなことがあったからこの国の人々の魔法に対する考え方もちょっと変わったでしょうね。現代パートどんな感じだったっけな。セーブしましょう。では、今回は大神官様のところに行ってから次の街かな、てか現代パートかやっていきたいところです。はい。すごい、もうパート75も80近く行ってね、いまだに終了する兆しを見せないっていう。これだな、ビルダーズ2までに終わるといいけど、実況。さすがにそれはここまでは終わるか、12月の末やもんね。終わるか。もうね、セブン終わって、で、ビルダーズ来るまでにね、何で繋ごうかなって今思ってるんですけど、実況ね。本当はね、イレブンの縛り実況をやりたいかなって思ったんですけど、ドラクエイレブンの。あ、PS4 版でやりますけれども。はい。どうしようかな。まあ、並行してもいいよね。でもなんかドラクエだらけになっちゃうのもなって感じなんだよな、実況が。どう思います？みんな。ドラクエだらけでいいかな。今のところさ、今並行して3本やってて、で、どれも、まあ、RPG がメインなんだけど、RPG がメインなんだけど、なんかどれもジャンルが違うんですよ。ジャンルっていうか、まあ、雰囲気とかね、ゲームタイトルとか違うんだけど、そこがちょっとドラクエだらけになっちゃうのはどうしようかな。私が使った魔法をお前さんたちにも伝授しようと思っとったのじゃが、見ての通りあの魔法はまだ不完全だったのじゃ。あの魔法が完全なら究極魔法じゃろうとすぐに効果を打ち消すはずじゃからな。そういうわけでわしは今後もここであの魔法の研究を続けようと思っておる。そしていずれあの魔法が完全になったらその時こそお前さんたちに授けよう。それまで楽しみにしておる。あ、はい、マジャスティス。あ、そう、そう、私もそう、なんか食わしてくれるというか、なんか合うのかなって思ったんだけど、なるほど。わかりました。またここに来ることになりそうだね。カッコのマーディラス。うん。ここのお部屋の存在も明らかになってませんからね。お、関所の通行自由になりましたよ。あ、慌ただしく戻れた。なんか、あ、信屋さんだ。はいか、買うものはない。大神官、おっちょこちょいだけど愛されてそうだね。よかった。そこもねまで明らかになってないので、また何かしらで来ることになるんでしょう。では、マリラス編、これにて終了。過去のところはね。一旦終了なんだけど、でもさ、石板がな一枚もなかったからな。まあ、現代の方にあるといいんだけど、じゃないと進まねえぞ。またね、ハエみたいな精霊からヒントもらわないといけなくなっちゃう。よし。結局なんかここ関わってこなかったね。まあ、過去の話で少し関わったぐらいで。なんだっけ。忘れた。横文字は覚えられない。あ、ち
マーディランスと、あとなんだっけ。あ、本当に忘れたわ。あれ使おうかな。あ、真空波が強い。灼熱。接近するか。あ、そうだ、せっかくだから使いましょう杖を。イカズチの杖いけ。あ、なんか単体攻撃なのね、全体攻撃なのかなって思ったんだけど、よし。あー、せっかく回復したのに。さて戻るぜ。ではじゃあ現代のマーディラス行ってみようと思いますけれども、まずはね安定のウッドパルナルーラして、でそこから絨毯乗っていきましょうか。はい、どこに出てる。わっ、ずいぶん北の方。こっち側ですね。ここで合ってる。あ、合ってる、合ってるね、合ってるね、合ってるね。あれ、なくなっちゃってるじゃんここ。ちょっと待って。え？ほらほらほら、普通の大陸になっちゃってる。なんだっけなんだっけ、ほんと忘れちゃった。あらら、あ、ラグラーズか。ラグラーズなくなっちゃったんだね。マーディラスが食ったか。あ、で関所もなくなってる、いいことですね。さてじゃあ現代パート、石板ありますように。ない。音楽愛する文化の国マーディラスへようこそ旅の方。音楽の都になってる、魔法じゃなくって。この国は昔魔法を重んじ戦争を繰り返していましたが、今は違います。音楽を大切にする平和な国となったのですね。え、平和が一番でござる。なんで音楽になったんだろう。あ、過去にそんな兆しありましたっけ。吟遊詩人が何か影響を及ぼしたとか。あらららら、ちょっと探索をやっていきましょうかね。こんにちは。ヨハンは気まぐれで怠け者ですが、その死に頭が上がらないとか。ここって昔ディノが住んでたとこだよな。そうよそうよ、セブしちゃおう。あれ、なんかなんだここは。家を持たず旅から旅へテントで暮らしてるとか。ん、あ、あれじゃん、ユバル族じゃん。ここは何の施設。楽器店。お城に登録されたお抱え学園さんたちの楽器を仕入れています。へえ、トゥーラもあるかな。あ、チューバじゃん。コンバス、これはチェロかな。低音楽器っていいよね。私トロンボーンやってたんだけど、でもトロンボーンは低音楽器じゃないのかな。でもトロンボーンとユーフォニアムのマウスピースって一緒っていうか似てるから、あの UFO も吹けるんですよ。
なんか私がトロンボーンで、あの姉が UFO やってたので、なんか楽器交換して吹いたりとかしてましたね。酒場になってる。ここは研究所でしたよね。あのやつはわじゃんの、このおじいにも一人くらい分けてくれんかな。あ、こいつがヨハン？違うよね。酒が一番いいですね。お、知らない顔だな。オイラはヨハン、国一番、いや世界一の学士さ。悪いけどサインだったお断りだよ。こいつかヨハン、世界一。何を弾いてるんだろう。ちょ、モテモテやん。キャー、嬉しい。あ、トゥーラだ。え、もしかしてさ、こいつ、キーファの、子孫っていう可能性もあるよね。なんか微妙に髪型も似てるような、補正がかかってるかわからないけど。キーファの祖先である可能性もビレゾンよね。なんか買う？精霊の鎧、呪文によるダメージを軽くできる。あ、おじいちゃんに買ってもいいかもしんないな、これ。おじいちゃんに買っとこうか。はい。はい。はい。よし。オッケーでーす。武器は？氷の刃か。まどろみ。え、まどろみの剣って何気にいいよね。結構好き。かっこよさも上がるから、これガボちゃんに買ってあげよっか。いや、いいや。やめとこう、やめとこう。あんまり使わないよな。天地雷鳴士だし、今。この人はかつてここが王立研究所と呼ばれていたと、その時のままになっています。見学されるのでした。ご自由にどうぞ。そのまま？あ、ここは、そうそう、最強の魔法を。はぁ、芸術っていろんな、いろいろ役に立つんだな。オイラもなんかやってみようと。かつてマーディアス王ゼッペルは行き過ぎた戦争の果てに魔法で自らの姿を魔物に変えました。その力は凄まじく、マーディラスの城もたやすく壊してしまうほど。結果、二つの国は和平を結び、ゼッペル王は魔法の代わりに絵を始めたそうです。あ！あ！ちょっと待って。いや、前回のパートでさ、先代の国王が、城が、壊されている、破壊されている間、なくした絵を探していたって言ってたじゃないですか。あれか、ゼッペルの絵だったのか、息子の絵をずっと大切にしてたってことですよね。なんかちょっと悪いことしちゃったら、なんかめっちゃディスったような気がするけど、私。こう思う親の心ですね。なるほど、そういうことか。幼稚園とかでさ、自分が描いた絵って、親って撮ってるのかなってちょっと気になった時期があって、親に聞いたことがあるんですよ。そしたら、うん、撮ってるよみたいな、お尻にしまってある、しまってあるって言ってたんですけれども、引っ越しの時に私はそれを見たことがなくって、どこまでが本当なのかって、ちょっと疑っている自分がいます。みんなの親は撮ってくれてんのかな？子供がさ、幼稚園の時に描いたお母さんの絵とかさ。そういう話したことありますか？グレーテ姫様のファンクラブ、え !109 番になった。あ、グレーテ姫思い出した！ちょ、可愛い子がいるんだよ、確か。音楽好きです。よかった、はい。うわー。あ、屋上何もねえじゃん。そうだ。いやー、ちょ、悪いことしちゃったな、先代の国王のこと。歌も歌えないような兵士はいらないと言われてしまった。国力大丈夫なんでしょうかね。
ちっちゃい女の子が住んでた家ですよね。隣のやつには負けないっす。何を争っているんだい。とんがり帽子と、だって街の探索はこんな感じかな。ごほごほ、グレーテ様、お城のお姫様なんだよ。またくヨハンのやつみ、今日も練習サボって遊びに行ったな。おやお客様ですか。申し訳ないが、ガクシヨハンは今出かけておりましたな。遊んでましたけど、あのじっちゃんヨハンの親なのかな。これなんか、あれ本ない、ユバル族関連の楽譜。あ、古びた日記。あの日この子を託されたのも、この子のトゥーラの才能も天が定め運命かもしれぬ。この子はトゥーラに愛された子ならば、私の持つ技術知識のすべてをこの子に、きっと私はそのためにこの世に生を受けたのではと、そんな気がするのだ。人形の人物ではないことがね。えもしかこのおじいちゃんがキーファの子孫っていうか親なのかな。本当に呼びに行ったるか、親か子孫、師匠か分かんないけど、呼んでましたぞって。どこだ、いた、ち無理か。ではお城の探索行こうと思います。もうなかなかに広いですからね、お城の中も。まず姫様に会っちゃってもいいな。みんな歌ってる。城の見学来たな。左右の扉から自由に見て回ればいいだろう。すごいウェルカム体制、ありがたいですね。あ、復活してる、この真ん中の王様の部屋。越境を望むならば失礼のないようにな。すごい、姫君の肩にこの国はかかっているのでござるな。ご立派でござる。マーディラスの主グレータ様に挨拶するとよい。すごいな姫、たくさん仕事任されてるやんね。こんにちは。あら、かわいい。ピーチ姫みたい。うん、旅のものじゃな。わらはアグレーテ、このマーディラスの主じゃ。我が国は音楽を重んじ、また旅のものにも広く扉を開いておる。よけよ音楽で旅の疲れを存分に癒すとよい。ふぅ。ん？おお。その方、わらわと同じ年頃と見た。おお、嬉しいや。毎日年寄りどもの相手ばかりでうんざりしておったじゃ。かわいくない、この子喋り方。わらわと同じピチピチのお肌じゃ。うんうん、その方名は何と申すのじゃ。マリベルよ。ガボ、わしはメルビンと申す。幼き身で国を治めようとはまことあっぱれな姫様でござるな。ムーはグレテ姫に自分の名前を教えた。おお、よいな。じゃして、何故に旅をしておるのじゃ。手分けをと尊敬したでしょ。羨ましいの。わらはしばらく城の外へも出ておらぬ。ふむ、よし、久々に出会ったヤングなそちたちに褒美じゃ。もんたちを今からわらわの友にしてやる。どうじゃ、嬉しいじゃろ。これ家にしてみたらどうなるんだろう。嬉しくないと思うすか。いやいや、照れておるのじゃな。うむ、かわいいやつじゃ。お前がな、おまかわや。うん、ではムーたちは今日のこの日よりわらわの友よろしゅう頼むぞ。これからも気軽にわらわ訪ねるとよい。旅の話を聞いてやろうほどに。ムーもわらわを真実の友と思い何でも相談するとよい。わらわにできることな力となってやろう。わらわは心が広いゆえ、ちょくちょく来ても一向に構わぬぞ。かわいい、この子好きだわ、こういう子。友達友達、嬉しいな。マリベル焼きもち焼かない？
ふんふん。でもあれか、グレーデ姫が、昔の、なんだっけ、すぐ名前忘れちゃうんだけど、ゼッペルか、ゼッペルの子孫ってことですよね。ゼッペルなんかイケメンなオーラ醸し出してたから、だからあんな可愛い子ができるんでしょうね。よいしょ。たまに癇癪を起こす。この国の偉い人って癇癪持ちが多かったってテーブルひっくり返すだけ。いやー、ちゃぶ台返しやな、よくないですよね。かつてディノという神父は常に王のおそばでその心の支えとなりました。はい、なんかピクシブとか探すと、あ、ちょ、え、ここセーブできないの？あのディノとゼッペルのなんかイチャコラしてる漫画とかありそうだよな、なんか探したくないけど。私あのピクシブのさ、エシさんの絵見るのめっちゃ好きでさ、漫画とかすごい見ちゃうわ。なんかやることがないとスマホでゲームしてるかピクシブの絵見てるかみたいな、そんな感じですね。お、この世のすべての音楽は神に捧げる歌や踊りから始まったと言います。ユバラ族じゃん。未整理の楽譜なので触らないでください。キーファ関連のなんかお話とか聞けないかな。ないかな。いや、ここ広いからな、なんか全部探すのちょっと面倒なんだけどって。嘘です、嘘です、嘘です。そんな、そんな。国中者たちが魔法を覚え魔法の修行をしていました。この部屋はその名残です。あ、いたね、ここにね、魔法使いね。あ、瞑想してましたよね。動画撮ってなかったらね、こういうところもしっかりやってるんだけど、ぐだるからな動画だと。ごめんね、ちょっとでも探索好きなんだよ、こういうの。はい、あ、ここもあれだよね、先代の国王と皇太后がいたお部屋ですよね。よいしょ。ここから上に行って、ここは結局ここよく分かんなかったな。ここの世界だとグレーテ様と長老方がこの国を治めています。グレーテ様は若いのに毎日お仕事ばかりで朝が窮屈でしょう。さあ、今日はあれですね、大神殿行くところまでやっちゃいたいところですが、あ、ここも相変わらず同じかな。ちょっと待ってよ、開けたるわ、私がこう石像から入って、よし、開いた。なんだろう、パーティードレス、あー、いかがでしょう、上がりますかね。あ、上がる、やったー。じゃあビスチェと交換かな。はいはい、大丈夫だよね。オッケーオッケー。は、なんだここは。はいきなり南国が南国になったな。あ、水遊び、すごいな。プライベートプールならまだしも、ビーチを作っちゃうなんて。あ、こんにちは。美しきグレーテ様のお召し物はすべてここで作られます。姫様のため毎日一着ずつドレスを増やし、毎日一着。
すごいな。いや、365日毎日違う服を着てるってことですよね。すごいわ。空っぽっち。現れやがったな。よいしょ。おい。聞くかな。お、聞く聞く。じゃあやめて。よし、弱い。なんだここ空っぽなのか。だってじゃあこれで探索やりましたので、お城では大進化のところに行こうと思います。じゃあ道中はカットします。では大神殿にやってきました。ここでようやく石板の反応がある感じやな。ここにすごい魔法があるって聞いたんで、はるばる来たんです。しかしおかしな国ですよね。国中みんな歌ってるんですから。魔法が残ってる。石板ゲットしたいところ。ここは相変わらず行けなくて、国の祭り事でこの神殿を使うこともあるんですよ。ないです。広いからね、国中の人が集まっても全然へっちゃらです。うん、魔法使うことをやめてしまったね。なんか絵の道に進んだって言ってましたよね。魔法王国と呼ばれた頃の魔法研究所の名残がこの部屋になります。我々は古くより伝わる書物を紐解いて魔法について学んでおります。ほむ、お墓がある。我が墓を求める者その知恵を示せとは大神官様の遺言。その墓には大いなる宝が隠されているのいるとの話だが、誰も見つけられないのだ。ゾより入りて十字を切れた大神官。あ、ここも同じだったのか、仕組みが。ここへ行かず休憩できないかな。あ、おー、できるいや、ちょっと待って、過去のあれもいけるじゃんね。そしたらね、十字を切れって。とりあえずやってみましょう。像があるのはどっちかな。あ、ここか。あ、場所も同じだ。じゃあお城の仕組みもさ、きっと大神官様が作ったんでしょうね。お城の仕組みっていうか、あの宝箱があったところの。同じだ。よし、来た。じゅるん。よっしゃ、よっしゃ。あ、あ、先もあった。わーい。緑。と、ここは？あ、チーメドですか。あ、了解です。わかりました。ちょっと過去の世界の方は、次回行きましょうかね。石板もゲットしたし。じゃ、こんなもんかな？ここの探索は。石板ゲットしたし、洞窟もなさそうだし、過去の世界にあったね。ではではでは、じゃあ次回は、過去の、マーディラス一回戻って、さっきのね、の仕掛けちょっと解いてから、次のところ行こうかなと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。